こんにちは。こんにちは。マッスルグリルトーク。この今日はすごいゲストをお招きして。はい。三宅さんです。大食いの。大食いの三宅さん。よろしくお願いします。まず皆さんに、分かっていただきたいのはこの大きさの差です。今日ね、あのベラスさんで4キロ対決をやったわけですよ、はい、多分ね、動画で本チャンネル出てるんですけど、はい、でその結果発表からしますと、まあ、乾杯と言いますよ、ね、はい、はい、乾杯乾杯乾杯で、あのね、2対1でも、で、そのさっき話した体のね、こんな小さい女性にでもやっぱ、もう大食い分という分野では全く歯が立ちませんでしたということで、で、僕とシャイニーはそもそも大食い大好き、はい、で三宅さんとこのコラボの話いただいた時大声出ましたからね、もうまるでテレビの中の人と会えるんじゃないか、そうですよ、まあ、そのままなんだ、本当ですか、嬉しいもう結構過去の人さんあるんで、ね、いやもうだって全盛期、大食い全盛期を支えた三宅さんですから、うん、だから実力じゃなくて、はい、その時代に流行った時のちゃんね、そのトップランカーっていうのは大事だ、確かにそうですね、僕は今でもマサトさんとキットさん、はい、ああそうですね、マサト、キットはもうね、はい、今もっと強い人いるかもしれないけど、それでも、その忘れられないから、うんうん、確かに私もあの大食い、もともと大食いファンだったんですよ、はいはい、やっぱりもう小林武さん、城田さん、秀哉さん、赤坂さんとか、赤坂さん、赤坂さん、ジャンルですね、もう女性じゃやっぱ、はい、赤坂さんがもうダントツで、やっぱり私の中でのもうレジェンドですね、あの肉食ってる時の顔ね、ねでもさ、今アイドル化してるじゃないですか、そうなんです、そうじゃないもんな、そうじゃなかったですね、だからそんな時にやられたこの三宅さんですよ、確かに赤坂さんしかいない , 笑って知ってる、笑ってるけど赤坂さんってね、知ってる方はね、あのもう強烈なキャラ、あそこに勝てる人はいないですよ、そうですね、うん、一人で女性突っ込んだ時なんてね、本当に本当に思い出した、だって一世風靡してドラマにもなりましたからね、フードファイター草薙さん、ああ草薙強いですね、すごいことですね、その時本当にすごかったですね、いやもうね、本当に自分も大好きで、中学生の頃だったんですけど、TBS ですよね、フードバトルクラブで、もう本当伊藤さん、城田さん、小林武さん、あと自分は高橋真也さんでマイケルさんがもう超大好きで、もう本当見てましたね、であと新井さんとかですか、うん、新井さんがまあ元祖みたいな感じですよね、だからさっき言ったけど、サスケでいう山田勝美さんでしょ、そう、新井さんは山田さんですね、やっぱりもう私が自分で出るようになっても、やっぱあのレジェンドたちの、まあ、もう本当に揺るがないというか、うんうん、絶対超えられないというか、そうですね、いいところにいますね、やっぱどんなになんか最近強い人が出てきても、やっぱり私の中ではあそこがもう、はい、確かに確かにピークというか、はいはい、なのはありますね、それだってもすごいよね、うん、それと大食いもまた面白くて、白鵬と
千代の富士どっちが強いんだみたいな、そういう話ですよね。だから小林武さんと、まあマックス鈴木さん、どっちがすごいんだみたいな。だからファンの人は面白いですよ、その話をするのが。いつか対決してほしいっていうのはありますけどね。そうですね、そうですね、はい、そうですね。やっぱ小林さんはやっぱりもう日本ではあんまりやらないっていうスタンスでずっとやってきてるんで、ちょっとそこがちょっと残念ですよね。ただやっぱ俺はね、城田さんのシュークリームが忘れられない。シュークリーム、はい、城田さんはシュークリームをもう口に一個ポンっていっちゃうんですよ。確かに。ああ、はいはいはい。それクリーム一切出さない。はいはい。でも城田さんがやっぱ大きいじゃないですか。だから丼もお茶碗に見えるというか。ああ、そっか。だからなんか同じもの食べてても、はい、なんかやっぱりすごくちっちゃく見えるわけですよ。ああ、そうですよね。パクパクもう一口でいっちゃうんで、はいはい、前ハンバーガーかなんかも二口ぐらいで食べてましたよ。マジですか。二口二口ですごいペースで。確かに城田さんと三宅さんが並んだとこ見たいですね。昔よくイベント一緒に呼ばれてたんで、はい、そうだ、俺、三宅さんのこと今日もっとちゃんと思い出さなきゃいけないと思って画像を調べてたら、はい、あったよな、はい、あ、何じゃ、ありました。あの時の人さん5メートルぐらいすごい人ですよ。そうっすよね。顔が3メートルぐらいやっぱその、なんかほぼ顔じゃない。その差が面白いんで、よく一緒にイベント呼ばれてました。もうジャイアンと城田と、もうリトル三宅みたいな感じで。ああ、そっかそっかそっか、なるほどですね。こんな差がある。あ、それは面白いな。でもあだ名がもうあれですよ、はい、ジャイアントミクロですよね。ジャイアント違いましたっけ。ジャイアント小さな巨人ですか。超小さな巨人ですよ。小さな巨人、そうですね。でも本当そんな感じですね、小さな巨人っていう。さっきちょっとびっくりしたのが、モームスのオーディション受けてたんだ。そうそう、本当ですね。その時ちょうどなんかすごい本当にあの朝やん、朝やんね、朝やんが大好きだったんですよ、うん、で番組がすごい好きで、うんうん、でなんかあの番組出てモームスとかなんかその、はい、出てる人平家道夫さんです。とかモームスとかすごい好きだったんで、ただただ自分がなりたいというよりはなんか会いたいというか、うん、なんかちょっと友達になりたいというか、うん、なんかそういう興味な感じで送ってみたら全部書類で落ちました、はい、落ちました。センス見る目ないっすよ。辻ちゃんはカボチャンネルですよ、どっちかっていうと。カボチャンから辻ちゃんに似てないな、どっちかっていうと。似てないっていうか、なんかみんな若かったんで、なんかあ年齢的にダメだったのかなとか。何歳ぐらいでしたっけ。でもそんなにいいんですよ、15歳ぐらいの頃じゃないですかね。でも20歳まで行った人もいましたからね。そうですよ、うん、中澤さんとか飯田さんとかで結構上の方まで行った。15歳ぐらいだと年齢関係ないよ。どんどんなんか若年感じてきましたよね。そう、どんどん若くなってきて、もう年なのかなってちょっと思いました。なんかその年齢とかもいいんですか。全然いいです。もう私あの本当に出てきた時から、はい、あのもうごまかせないぐらい年齢が毎回年齢ここに乗るんですよ。でごまかしたらバレるじゃないですか。まあそうですね。だからごまかせなかった。でもごまかす必要ないですよ、三宅さん本当に。てかじゃあ年齢だってみんな平等じゃないですからね。老けてる20歳もいれば若い20歳だっていますから。そうそうそう。その関係ないですからね、年齢な数値なんであくまで。でおいくつでしたっけ。36です。いや、めっちゃ若くないですか。自分、本当にあのお世辞抜きで、気遣いも抜きで31歳だと思ったんですよ、なんとなく、はい、ありがとうございます。5歳も、はい、全然違うよ、5歳ですよ。全然違います。全然違います、はい、だ僕の兄の姉ぐらいの年齢ですから。え、なんすかそれ。僕の兄の姉じゃないですか、それ兄の姉ぐらいの勢いですか。なんすか兄の姉って。だから私、それぐらいの違いじゃない。いや兄の姉じゃないですか。だから32歳ですよ。はい。だから兄の姉ぐらいの。いや、やばい、やばい。姉ですか。結構すごくないですか。だからすごいすごい。カルチャーは、はい、だからアムラー世代ですよね。アムラーですよね。まあまあもうアムロ、アムロスピードとかね。はい。アムロちゃんです。だからルーズソックスに黒くしてた時期も。ああ、ルーズソックス履いてました、うん、はい。そうそう、だからね、あざみさんもお兄さんいますし、自分も兄いるんで、6個上に、はい、だから、わかるよね。わかります、わかります。ちょそんな感じ。だからビーズ世代ですよね。はい、ビーズ世代とか。ビーズは、まあ、なんか岡山出身なんで、はい、稲葉さん岡山なんで、あ、なんかその地元民としてすごい応援してましたけど、はい、なんか
世代っていう感じではなかったかではないかでもなんかビジュアル系流行ったんですよ。あ、なんかラルフ・ラーチェンとか、ね、はい、ウナシとかグレーとか。なんで俺言ったの？なんでありがとうございます。俺ラルフだろ俺と言ったらラルフでしょいやいや、そんなイメージあんまないですけど好きですか、ね、ビジュアル系が流行った世代ですね、はいはい、ちょうど。そうだから話も盛り上がっちゃって、盛り上がっちゃってもうやばいっすよ、ね、はい、ありがとうございます。本当もう大好きな三宅さんですから僕たち。嬉しいです本当に。最近なんかテレビも呼ばれなくなってきて、あんまりやっぱ若い子たちいっぱいいるんでね。いやーもうここはちょっと ね、マッスルグリルの力はどこまであるか知らないですけど、ぜひこれ見た方ね、テレビ関係者の方でも、ね、俺たち世代の人は間違いなく知ってますから、はい、最近自分たちもあの若いファミリーが増えてきたんですよ。なんですごい高校生の人でも見てますって言ってくれるんで、あ確かにそうですね。そういう方はね、あの本当にすごい人なんで、うん、あの三宅さんってあの大食いのなんなら一番熱かった時代に活躍で、ボディービルで言ったらショーン・レイとかショーン・レイね、ロリー・コールマンみたいなもんですよね。そうですね、そんな感じですよねだからもう、はい、あたかもあの時のがすごかったんじゃないかって思わせるような盛り上がりぶり。でもこの前にロニーがね言ってましたよ、あの今の人たち話にならないよって、うん、ショーン・レイ、いやいやショーン・レイに比べたら話にならないよって言って、うん、でまあだからフィル・ヒースだったらまあ戦えるかなっていう、ごめんなさいごめんなさい、はい、本当にごめんなさ い簡単に言うとですよ、簡単に言うとあたかもラスカルさんがジャイアントしたことと比べたら、いやあれには勝てないよって言われてるような感じですね。当時の本当レベル高かったし、うん、でもラスカルさんもすごいですよね、うん、はい、自分たちだから本当ね、すみません、大食いの人たちが好きすぎて、最近で言うと本当ラスカルさん、はい、しょっちゅう見てるじゃないですか。木下ほうかさん、木下ほうかさん、ちょっと木下ゆうかさん、俳優、癖のある俳優さんです木下ゆうかさんね、はいはい、あとは僕はもう萌えあず大好きですから、萌えあず大好きですから、はい、あとはあのツインズのね、双子ちゃんも好きですよ、はいはい、もう好きな人ばっかですよ、はい、でもやっぱり三宅さんの時代が決まる。あの時代はだから本当に K-1 で言ったら本当に佐竹さんですよね佐竹さんこれちょっと違う佐竹さんとアンディ・フグの時代だよね。まあまあまあそんぐらいかもしれないですね、うん、はい、なるほど、はい、いつまでも言います。全然ですあちなみになんか海外で決勝戦やるみたいな一時流行ったじゃないですか、うん、まあ、流行ったというか昔はやっぱ大食いも視聴率は取れてたんで、はい、やっぱなんか予算 予算がね出たんだ、なんで途中から海外だったんですけど、やっぱ大食いもなんかいつの頃からかやっぱ視聴率が低迷して予算がどんどん縮小されて、今も本当に国内で狭くやってる感じです、ね、予算がないですね。やっぱテレビ離れもしてるじゃないですか。そうですね、それこそ大食いの人みんな YouTube やってるんで、うん、みんなもうほんと YouTube で毎日のように発信をして、はい、もう見れちゃうわけですよ、うん、気軽に。なんでテレビが多分あんまり離れてきたっていうのがあるかもしれないですね。 YouTube でやってほしいですね、また大食い選手権。あみんな出てほしい、ね、じゃあ誰のチャンネルでやるかってところですよ。そうですね、やりますよ、うちらクソズーズーしいですね。マッスルグリルで何でみんな出てきてるんですか。 NPCJ の司会も言うからあ野沢翔さん、はい、そうですね、いやもう本当ヘッドジャッジ、ヘッドジャッジ自分がヘッドジャッジですか。今のコーチヘッドジャッジでそうしましょう。えちなみに海外で一番思い出深いロケとかありました。一番思い出深いですか。一番思い出深い、あんまりそんなに海外行ってないですかね。なんか結構日本で負けちゃうことが多くて、でも2回ベトナムと、はい、2回ベトナム、ハワイ、あとどこでしたっけ、あとニューヨークに行ったぐらいですかね。その大会で行ったのが、はい、そこでいっぱい食べますもんね。何回も何回もでもないですよ。準決勝、準決勝、決勝3回3回だよ。すごいな。3回ですね、海外に行ってから。やばいよ、やばいっすね。そうだからね、その、テレビチャンピオンの最高成績が準優勝、準優勝が2回ですね。ハワイとベトナムとあその時の優勝者がギャルソネさん、ギャルソネさんと、はい、あと庄司さん、庄司さん、はい、一応あれその時って男女別でしたっけ。私が優勝してる時は女王戦ですね。女王戦、
やっぱなんか男子が入っちゃうとやっぱ結構早食いみたいなところあるんで、男の人の方がやっぱ早いんですよ。手もね、できるスピードも、それこそさっき食べてみたのね、なんか喉のここの広さだったりとか、噛む力もね、噛む力だったりとか、はい、なんで、なんか時間があればいいんですけど、結構もう短時間でいかに詰め込むかなんで、男の人の方がちょっと有利かなって思うとこあります。まあでも、そのこと言ったら、でも菅原さんとかアンジェラさんとかは全然もう男の人に負けないぐらい強いんで、はい、まあなんか女性だからっていうのは言い訳なんですけど、あそこはもう別格に強いですね、菅原さんとアンジェラさん。そっか、アンジェラさんね、もう会いましたもんね。会いました、はい、ここの力がすごいです。確かにアンジェラさんとか結構残りいたりしてるかもしれないですけど、噛む力強そうな感じでした、うん、飲み込む力もすごいんで、うん、結構 2,3 回噛んでゴクッと丸飲みしてる感じ、天性のあれですよ。いや、それ才能ですよ、うん、本当に。まあ、骨格とかそういうのもありますかね。だから最近の子は結構みんなこう華奢というか、うん、なんていうんですかね、あんまりそんななんかエラとかが上がってない子が多いんで、多分あんまり早食い無理かもしれない、うん、ああ、そうか、骨格で見るその大食いに、ね、向き不向きとかもあるってことですもんね、うん、結構やっぱアンジェラさんとか菅原さんとかエラとかすごいしっかりしてるんで、この筋肉がすごいしっかりしてるんで、うんうん、まあ、あれはでも髪耐えてあなったと思います。あ、それもあるんでしょうね。今とかでもやっぱなんかそうです、最近の子とかは多分やっぱあんまエラ張るの嫌なんで、はいはいはい、ダメじゃないですか。そんなこと言ってらないじゃないですか。競技者なんです。そうなんです。だから競技にも言ってないと思う。あ、ね、あ、そっかそっ か, か俺ら時代と違うのよ。俺らってですよ。俺らが全盛期ですよ。見てた時代ね。見てた時代はもうやばかったもん。いやでも本当にこれってやっぱ何ですか、一緒にね食べさせてもらうって、これいや本当だな、夢のような話ですよ。だってモーリス・グリーンですよ。だからやっぱだから一緒に 100m 走っても3秒くらい差つけられるじゃん。でも、はい、走れたよ。走れた。走りきれて完走してないから。あの時の俺に言ったらどうよって。何がですか。お前何年後かにお前三宅さんと飯食ってる。いや本当本当そう。しかも途中まで勝ってましたからね、2人。いやそれかも。あれやっぱ長い目で見たら大きな差なんですよ。結局違うんですよ。だからそれはもうもちろん分かってるんですけど。いやもう本当にね、ありがとうございます。ありがとうございます。あの時の俺見てるかって。見てないですよ絶対。中学生ですよね、高校生か。高校生か。やってやったぞ。なんかあの大食い系のちょっと裏話とか聞きたいですね。裏話、みんな仲いいんですか。あ、仲いいです。あ、仲いいですか、はい、なんかさっきからね結構あの誰々はって話すると、あの人は今どこにいてとか、 あの人は何してるって結構つながりがね、つながりが、でもみんなやっぱ住んでるとこバラバラなんで、はい、まあなんかあんまりそんなに頻繁にやるわけではないですけど、大食い同窓会的なのやるんですか。同窓会とかはないんですけど、はい、ただ例えばこの間あのマックスの結婚式とかってみんな集まって、結構同窓会みたいになってましたね。食いも足りるんですかっていうところですよ、心配なのは。結婚式でそんなガツガツ食べないです。あ、でもみんなパンおかわり自由じゃないですか、はいはいはい、すごくパンおかわりしてます。街中のパンがなくなったの。パンも結婚式場で結構もりもりパン食べてます。多分あのその予約した時もなんかみんな大食いの人いっぱい来るんでパン多めにみたいな感じで、あ、そこ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 前もって多めに用意してたんだと思います。じゃあ欲しいね。せめてじゃあ、あ、じゃあですね。すごいな。なんか昔あの大食いの人の結婚式に行った時はもうビュッフェになってて、あの食べ放題だったんですよ。あ、そうだったんですか。でもなんか大食いで来てたのが、あ、私とあと新井さんが来てて、はいはいはい、新井さんは別にそんな普段食べる感じの人じゃなくて、はいはい、なんか一人だけガツガツ食えないじゃないですか。だからもうすごいなんかちょっとずつ持ってきて、あ、そっかそっか、全然食べれなかったです。なんか空気が誰も全然そんな取りに行ってなくて。確かに結婚式ですもんね。でもみんな期待したでしょ、来てるぞ来てるぞ来てるぞって。でどうなんですかね。そこはもうむしろ行った方がみんな喜ぶよ。それ食べるんだって。新井さんこれやんなかったですか。あのホットドッグのこうやってパンを水につけて。画期的だよな。こうやってソーセージ焼き先食べてみたい。でもなんか普段はもう大食いしてないんだと思いますね。あ、そうですか。もう引退されて食費もかかりますしね。うん、たまにその呼ばれた時にやるっていうぐらいで、うん、なんか普段は全然食べてない感じです。すげえ才能だよな。そうですね。てか気づくっていうのもあると思うんですよ。あ、私って周りに比べて食えるかもみたいなことですよね。うん、そうです。だから最初はそんな感じですね。いつ頃からですか。いや、なんかあの小学校の頃給食あるじゃないですか、うん、はいはい、
食べれるかもっていうよりはなんかそのすごい食べるの早かったわけですよ、はい、給食ってもう本当に一口ずつみたいな、うん、二口ずつみたいなしかないじゃないですか、はい、いつも3分ぐらいで食べ終わっちゃったんです。それはだいぶ早いですね。だいぶ早かったんですよ、はい、でみんななんでその食べるの遅いんだろうってすごい思っててあ逆にでしかもなんかもうなんか食べれなくてこうなんか居残りしてる休憩時間いるじゃないですか。いますね。なんで食べれないんだろうみたいな、はい、すごいお腹いっぱいになったことほとんどなかったんで。あそうなんですか。じゃ逆にですよ、足りないとは思わなかったんですか。足りないと思ってたんですけどそれが普通だと思ってたんです。あ、まあ、そうなのよ、うん、それが給食なのよ、うんうん、それダメしか。そう、これがその普通だからそれで我慢っていう、うん、もう我慢ってみんな我慢してると思ってたんですけど、中には食べれないみたいな人もいて、なんで食べれないんですこんだけしかないのにと思ってました。へえ、うん、じゃあそう大食いってよりかはそこで速さとかでちょっと周りと違うなっていうのは薄々薄々もう本当にみんななんかあれってなんですか、いつの間にかなくなってるんで、ね、もう毎日一番ね、だから小学校の時の通信簿のあの先生からの言葉みたいなところにいつも、はい、ちょっと給食を食べるのが早すぎますよく噛んで食べましょうみたいな、はいね、なんか一口20回噛みましょう昔流行ったよね、そういうのね。そうです、噛めりゃいいみたいな、はい、20回噛んで飲むみたいな。で20回噛んでたらすごいこめかみ筋肉痛になっちゃって、うん、噛めませんみたいな。それぐらい噛んでなかったんですよ。いや噛んでないっていうか俺も20回噛まないですよ。噛まないですよ、ね、だってうどん出されて20回噛んだら水筒みたいになっちゃう水筒確かに確かに。なんか岡山って結構あの香川近いんでだうどんすごい食べてたんですよ。うどんは喉越しみたいな、うんうんうん、そういう感じの食べ方、うん、そんな噛まないんですね。そうなんですよ、なんかうどんよく食べてたんで、ね、あそううどんが得意。そう、うどんが得意。そうです、なんかうどんは噛まずに飲むみたいなところあって、だからそれであんま噛む習慣がなかったんですよ。それだけでそれだけで噛まない習慣なんないよね、普通。噛まなかったですね。噛まなくていいもんさ、豆腐ぐらいでしょって。まあそうです。豆腐とヨーグルトぐらいじゃない。ヨーグルトもそうですね。夜ご飯とかどうだったんですか？あのお家で食べるご飯とかっていうのは。家もなんかもう出てきたのが終わったら終わりだったので。ああそうだったんですか。はい、だからあるだけ食べるって感じですね。うん、残すことはなかったですけど、うん、あるものは食べ尽くすみたいな。だからさ、この前よく俺らもさ、食のさ、YouTube やるとき言うじゃん、はい、昔は給食でダイエットもそんなかったと、うん、これを食べたら終わりだったっていう話をしてて、同じで。だから腹6分目だったんですよ、常に。常に、うん。でもそれが足りないとも足りるとも気づいてなかった。はい、はい。で、東京に来てから、そうです。開花したわけですよね、東京に来て、で食べ放題に行ったときに、好きなだけ食べれるじゃないですか、うん、でもう本当に2時間ぐらい食べ続けて初めてお腹いっぱいって感じました。それが初めてもお腹いっぱいですか。苦しいと思いました、その最初食べ放題行った時、うん、それとんでもない量なんでしょうね、それは。結構食べました ね、 ね、もうだからシェイキーズですよね。シェイキーズも行ってましたね。シェイキーズはさつまいものやつですよね。さつまいもとベーコンのやつが一番あ、これ全然わかんないです。あ、それわかんないか、もう何の味だったか覚えてないですけど、いっぱい食べて、いっぱい食べてましたね。だってね、お寿司220貫でしょ。そうです、食べ放題最高。どういうことっていう。しかもそれ時間タイムアップらしいですからね。それ限界じゃなくて時間が限界というだけで、220貫プラスなんかデザートも別で食べ放題だったんで、マジっすか、アイス8個ぐらい食べてます。すごいですね。味噌汁お椀で 4、5杯飲んでます。それなんかもうあれだよね、土下座されそうだよね、店長に。勘弁してください。すいませんでした。でもそれをね、やっぱね、美味しく食べられるっていうのがこれまたすごいことですよね。あのそのさっきの話じゃないですけど、あ、満足したってお腹いっぱいっていうのはそれ無理して食べてるのと違いますから。うーん、食べたいんだもんね。そうそう、うーん、すごいな。で、謎なのが痩せてるっていう。ああ、そうですね。だから今だって1日1食ぐらいなんですよね。な一日一食です。その通りですよ。元から一日一食って感じですね。なんか朝昼やっぱりそれこそ食べ過ぎたら動けないじゃないですか。はいはいはい。だから朝昼食べちゃうと、うん、なんかもう重くて動きたくなくなっちゃうんですよ。そんなに食べなきゃかったらいいんですけど、うん、なんか食べるなら結構食べたいって思っちゃうんで、はいはい、それで一日一食なんですね、ずっと。なるほど。すごい考え方だわ。普通ですかね、考え方です。竹中さんもそうって言ってましたよ。あの YouTube の。もう、はい、あの竹中さんっていう芸人さんの面白いって言うんですけど、はい、めっちゃ食べるんですよね。ただ、三宅さん
とかほどではないかも、うん、競技者ほどではないけどね、はい、そのケーキ十何個とか食べててすごいなと思ったんですけど、やっぱ一日一食やってて細いんですよ。確かに1回もあの太ってるとこ見たことない。いや、ないですね。あのミックス竹永さんね、 ね、はい、竹永さんはねすごいんですよ。面白くて、俺たち結構そのビュッフェ行ったり食べに行くとき、大体竹永さんの見てね、ここ行きたいな。そうそうそう、はい、そうなんですよ。ぜひ見てください。はい、行きます。ミスドとかやらないですか？あー、ミスドが甘いのがあんまり、なんか食後はいいんですけど、はいはいはい、甘いのいきなりっていうのが結構苦手で。でもほら、しょっぱいのもあるじゃないですか。あ、ちょっとありますね。そうです。なんかミスドに行って、あのパイみたいなのとか、麺みたいなのとか、はいはいはい、ありますよね。土地を食べた後にドーナツだったら OK です。いるんすよ、アキトってやつが。ドーナツ食えるぞーって、食えるぞ食えるぞーって10個くらいなんだよな。いやいや、営業法や。そうそう、アキさん持ってくってますから。10個すごいです。すごいですよね。でも結構ドーナツってこう、もそもそして水分も食べにくいですよね。食べにくいから水分も取るし、10個食べたら。でも穴いてるからちっちゃいんですよ、実際。確かに確かに。くだらないこと言わないから。1個どれぐらい、何グラムぐらいなんですか？120グラムとかね。そんなないんじゃないですか？フレンチクルーラーだけ、あの、ごっついやつ。あれは重いよね。もうそうですね。サタンでいい。なんかポンデリングとか軽そうですよね。あ、ポンデリングは500個いける。スカスカ500個いけるよね。500個はいけないですけど。三宅さんでも500いけないですよね。マジで。まあでもなんかポンデリングなら頑張れば100個ぐらいはいける。マジですか。そうなんだって、だから違うんだよ、考え方。軽いじゃないですか、なんか。なんか昔あの TBS のフードバトルクラブで、あのオークション形式の何個何個って言ってて、 ありましたよね。それがあの自分高橋さんが餃子何個食ったんだっけな、あれ何個食ったんですよね。すげえプレッシャーだなそれ。そう、自分で言うんですよ。で、じゃあ210個っつったら、でそれ言って達成したらもう次のステージに行けるっていうやつで、それであの高橋さん時間ギリギリで餃子何百個だっけな、超かっこよかったっす、ね、行けました、行けました、ね、でそれちゃんと計算してるんですよ。この数もだったらいけたからっていう話して、だから俺たちだったら寿司だったら何十貫っていうようなもんでしょ。そうです、そうです、うん、なんかその食べるだけだったらあれですけど、時間も結構短いんですよね。そう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 、20分でとか30分でとか、だから結構昔の人はやっぱ早食いがすごい得意だったなっていう感じありますね。自分あのシュークリームの話したじゃないですか。シュークリームといえばイテヤさんじゃないですか。なんかシュークリームも食べてましたっけ。めっちゃめちゃめちゃになっちゃった。はみ出ちゃうやつね。はみ出る。小林さんと。なんかシュークリームの大食いしたことあるんですけど、やっぱクリーム出てきちゃうので、はい、すっごい食べづらいんですよ。はい、なんかもうその時はなんかもうあまりにも出てきちゃうんで、もう先にスプーンでクリームを食べて、もう飲んでから、はい、もうシュー。あ、さすが三宅さん。こぼれないようになんかもう変な食べ方なんですけど。ね、それをジャイアント翔太さんは一口で言ったから。いや、あれすごいですね。いけないですよね、普通だと、ね。だからすごかったんだけど。すごいですね。あれはね、もう一回年もシュークリーム。やってほしいですね。自分はイテヤさんのシュークリーム見たいですよ。俺もう嫌なんだよね、これ見た目になってんの。見ててなんかかわいそう。シュークリーム、本当、あ、なりますよ。普通に食べたら絶対に。いいじゃないですかね、うん、あとなんかエビとかあるじゃないですか、たまになんかエビを食べ放題みたいな、なんだっけ、ロブスターだっけ。あ、なんかエビの昔大会があって、結構なんかその人によってどれぐらいまで食べるとかあるじゃないですか。尻尾までいっちゃう人とか、うん、なんかその頭とかね、結構あんまり食べてないのにポイって捨てちゃう人もいて、 あれはなんか平等じゃないなと思ったんですよね、うんうん、それ大きな差ですよね、うん、すごい。その100匹食べたらさ、なんかやっぱり正面というか、すごい綺麗に食べたい人は結構損しちゃってて、うん、時間かかるしね、もう本当に適当にポイポイってしてる人はなんか、でもそこであのアナウンサーのあのね、ずっとやってた方ゆうじさん、なんかチェック入りますもんね。チェック入るんですけど、結構あんまりそこまでしっかり見てないんで、うん、ちょっとこううどんもこうやってやるわけですよ、はいはい、オッケーですね。なんか基準が結構なんか、だからチキン、骨付きチキンとか、そういえばなんか残すものはちょっとあんまり大会には向いてないなっていつも思いますね。軟骨ごと食べる派ですか？軟骨チキンは。あ、でも軟骨美味しいですよね。そうですね。普通だったら、でも大会とかだともうみんな気にしてられないから、うん、結構なんか。あ、志村けんのスイカあるじゃないですか。これどう思います？もうくだらない。種飛ばせですね、ペペペッツ。あれ食べてるか食べてないのかっていうのが確かに早さで言ったらすごいですからね。全然すごいけども私も結構スイカは種食べちゃう、めんどくさくなっちゃう。そうですね、わかります。
ある程度ピピピピって撮るんですけど、もうあとはもうまあいっかっていう感覚になりますね。いやでもね、本当今日はね、マジ乾杯でしたね。乾杯だよ。でさっきやっぱ話してましたけど、やっぱ自分たちの筋トレ系で、すげえ食う人2人いるんですよ。それがアキトさんとサータンさん。ちょっと待って、はい、アキト君はやめた方がいいっしょ。いやでも最近すごいっすよ、見ましたこの前寿司。見てないけどさ、俺らで食わないよって。いや食いますよ、今アキトさん進化してますから。本当に、はい、やってんのちゃんと。だから今度ちょっと敵打ってもらいましょうよ。その前に俺がアキト倒したよ。じゃあ分かった、じゃあマッスルグレルチームみたいアキトさんサータンさんやって、勝った方があのもう一回挑戦して見上げする。あ、いいね、はい、なるほど、やりましょう。それはお題は寿司でいいですか。どうしましょう、寿司にしますか。いいですね。でも俺たち1日で2000やんなきゃいけないわけでしょ。いやいや、いいですよ、そのテレビチャンピオン方式じゃなくていいから。別撮りで、別撮りで別でいいですよ。いやー、あー、きっと食わないからね。いや、食いますよ。浅見さんの印象だそうですよね。食いますよ、感じ。そうですか、はい、今度やりましょう。やりますか、じゃあ、はい、いいですね。ほんとね、もう嬉しいですよ、今日は。釣り飯ちゃう、すごい人なんすか。ジャイアンと白田さん。そんなもん、白田さん今全然食べれないですよ。あ、そうなんすか。最近もうテレビでも今全然食べないキャラで売ってますよ。あ、ね、売ってますね。釣り用のダウンタウンとかで。なんでな、そうなっちゃうんですかね、やっぱね。いやもうなんか大食いも引退して、なんか2パターンいるんですよ、はい、普段から食べてる大食いの人と、あの大会のためにトレーニングする人って。あ、そっかそっか。もう白田さんとか、あの昔の人たち結構大会のためにトレーニングするタイプなんで、小林さんとかもそうなんですけど、だからオフシーズン全然食べてないわけですよ。どっちかというと飲むみたいな、お酒飲むって、全然つまみちょっとつまむぐらいしか食べないみたいな。やっぱ胃がちっちゃくなっちゃうんですね。そういうことあるんだね。でも白田さんの場合は引退してもうしばらく経ってもう本当に食べてないんで、多分もう本当に頑張って3キロもいけないかもしれない。2キロぐらいならギリいけるかなっていう。今俺ぐらいだ、本当に。いや、でも本当に、本当に食べれないと思います。三宅さんは、なんか、仲いい方とかいるんですか？一番仲いい方とか、どういう方ですか？一番仲いいですか？はい、あ、でもギャル曽根ちゃんはやっぱ同期というか、もう付き合い長いんで、仲いいですかね。でもみんな仲いいですけど、やっぱなんか、気軽にすぐ、なんかいつでも会える人と、なんか忙しい人ととか、そういうのになっちゃいますかね、仲良いというよりは。ギャル曽根さんなんか主婦系の感じになったらなりましたよね。もう今はそうですね、ママタレ系な感じで、でもギャル曽根さんって一時期あの何だっけ、ギャルルギャルル、はい、ね、やってましたよね。時と、あ、時とは見たんだっけ、と阿部麻美さんとギャル曽根さん知ってます。アイドルユニット、アイドルユニット、それもハロプロ系でしたっけ。そうですね、つんこさんプロデュースで、そうです、アイドルユニット。全然悔しくない。悔しいでしょ。悔しくない。ソネネと、ね、そうですね、アミミと、なんだっけ、なんか、アベラさんです。なんか名前があるんですけど。それで歌歌ったし。そうです、そうです。最初、辻のぞみちゃんだったんですよね。あ、それで、お子さん生まれるということで、結婚して妊娠しちゃって、そこに入ったのが阿部麻美ちゃん。あ、阿部麻美さん、そっかそっかそっか。トモもでも良かったっすよ、そっか。はい、全然全然いいね、なんか懐かしいですね。お笑いどうすか、イエリット組まないですか。お笑いプロデュースしますよ。お笑いですか。お笑いじゃなくて、全然面白いこと。結構フィットネスとかでもさ、ユニット組んだらどうかと思う。ああ、誰と組ませんですか。それはフィットネス関係ない人で、大食いのママで。じゃあギャルル、ギャルル。あ、ソンネネか。ソンネネとトモモと、あと誰だろう。あ、でも元気じゃん。あれじゃん、属してますからね、アイドル。あ、そうですね、そうですね。赤坂さん、赤坂さん行こうよ。赤坂さん、でもこの間その結婚式で一緒に会ったんですけど、はい、もう結構やっぱりでも体調が悪いのか、なんか元気ない感じですね。あ、そうですか。元気出してください、赤坂さん。なんか、ね、自分覚えてるのか、赤坂さんステーキ食ってドクターストップかかったんですよ。あ、あったね、動かないかちょっと。そうそうそう。伝説がいろいろありますね、赤坂さん。いや、なんか本当ね、あの頃ね、本当面白かったですよね。面白かったですね。あとね、騎士団とね。
岸ちゃんも独特なキャラクターでしたね。だってサングラス、ちっちゃいサングラスかけてるんですよ、岸さんは。それでね、あの相手が苦手なもの頼むんですよ、岸さん。なんか山本さんって当時いましたね、わかります？山本明也さん。あ、多分そうです。はい、そうやった時に、山本明也さんがなんかのアレルギーだったんですよ。で、岸さんが選ぶ権利があって、それを選ぶ。それは選ぶだろ、ね、それ選ぶ、池谷さんとかがちょっと怒ってるみたいな、なんか。それ、なんか言っていいかわかんないんですけど、はい、なんか裏話で聞いたのは、はい、なんか体重測るやつあったじゃないですか。ありましたね、はい。で、どんだけ増やすかみたいな。どんだけ増やすかみたいな。なんか、それの時に、岸さんが、多分なんか、はい、ポケットに重りのあるものをそれダメやつ絶対ダメなやつなんですけどそれなんか誰に聞いたのかな、はい、小林さんに聞いたのかな、はい、なんか岸さんはすぐズルするからグラサン300キロぐらいズルなんかポケットになんか重りのあるもの入れてでもさ、いやそういう人がいるから面白いんじゃない、まあ、確かに面白いね、めちゃくちゃ面白い、その話、ね、もう思ったりと好きだいやー面白いわ、そういう裏話面白いですよねこれ大丈夫ですか、何しちゃって一応大丈夫ですよ、終わったことだから岸さん出てないし、毎日大丈夫もう伝説のだらけじゃないですか ね、 ね、 ねえ、ですよ、もう思った通りですよ面白いですなんかそれは見つかってどうなったのかわかんないですけどね、はい、そう普通だったらね、できんだよね TBS できんそれかジャイアントショートにボコボコされてっちゃうんだよねいやいいっすね、でももう、こんなところですか、はい、もうずっと話したいんですけど、また次回に、はい、次回もぜひぜひ呼んでください、良かったということでありがとうございます、めっちゃ可愛いっすよ、三宅さん、本当可愛いらしくて、あんなに食うと思わないですよ、ねじゃあ、宮城さんの YouTube の方でね、はい、どういうことをされているのかというのを再確認してください。はい、はい、お願いします。で、我々もメインチャンネルでマッスルグリルというのをやっております。いや、知ってます。ほぼマッスルグリルの視聴者です、これ。それも話してるだけじゃないです。我々もやってます。知ってますよ。こっちだけ見てる人いないですよ。リンク貼っときます。ちゃんと見てください。そんなマニアックな人いないと思いますよ。お願いします。はい。はい、じゃあ、こんなとこですかね。はい。はい。はい。ありがとうございました。バイバイ。